一度は訪れてみたい宮城県仙台市にある秋保温泉。仙台の奥座敷秋保温泉周辺の7つの観光スポットをご紹介。行ってみたいところがありましたら高評価をお願いします。他におすすめなスポットがありましたらコメントください。宮城県仙台市太白区秋保町にある秋保大滝、国指定名勝であり日本三名瀑の一つとも言われています。秋保大滝には大駐車場がありまして、200台は駐車できまして、臨時駐車場側にお手洗いもあります。路線バスで来ることもできますが、車でのアクセスの方がいいですね。大駐車場側には大滝植物園がありまして、宮城県内の山地や山麓の草木を中心に多くの植物を植栽展示しています。開園時間は9時から16時30分、開園期間は4月から11月です。利用料金は大人240円、高校・大学生180円、小中学生120円になります。こちらの秋保大滝レストハウスは秋保大滝観光の際に休憩に利用できる施設です。営業時間は9時30分から16時で、地場の山菜や野菜を使ったレストランが併設されています。秋保大滝へはこちらから入っていきます。こちらの西光寺は秋保大滝不動尊とも呼ばれていて、秋保大滝のすぐ近くに位置し、慈覚大師が100日間の荒修行を行った場所としても知られています。西光寺の参拝が終わりましたら、こちらの脇道を進んでいきましょう。秋保大滝への道のりは石畳で歩きやすくなっていて、階段も緩やかな勾配で降りやすかったですね。足腰が弱い方でもゆっくり歩いていけば疲れないはずです。滝壺へ向かうルートもありますが、足場が悪いので注意が必要です。滝壺へ行かれる方は歩きやすい靴を履いていきましょう。ここまで来れば滝見台まではすぐです。秋保大滝は自然の美しさを堪能できる名所で、春の新緑、夏の涼しげな水しぶき、秋の紅葉、冬の氷瀑と四季折々の美しさを楽しむことができます。高さ55メートル、幅6メートルのこの滝は国の名勝に指定されており、日本の滝百選にも選ばれています。滝見台からの眺める絶景を訪れてみませんか？宮城県仙台市太白区秋保町にある秋保神社。勝負の神を祀る神社として知られ、勝負運のパワースポットです。駐車場は県道62号線沿いに第1駐車場がありまして、第2駐車場は秋保神社を回り込むとあります。お手洗いは第1駐車場近くの社務所裏にありますね。参道には奉納された上りが建てられていまして、必勝祈願、心願成就、屋内安全、商売繁盛、新恩感謝など様々な願いが込められて奉納されています。記名入り上りは一式6000円になります。限定お守りと記念品も授与されますね。通常10日程度のお時間をいただいておりまして、お急ぎの場合はお電話にてご相談くださいとのことです。お正月と繁忙期につきましては1ヶ月程度かかる場合がございます。
地元の羽生結弦選手が金メダル祈願のお参りをしたことで、ファンにも名を知られています。境内は全体的に平面なので、足腰が悪い方でも気軽に参拝できます。秋保神社は勝負の神として有名ですが、その由来は平安初期に征夷大将軍の坂の上の田村麻呂が、この地に熊野神社を祀ったことに始まると言われています。その後、平野守房が本土回復を祈願して叶ったことから、信州諏訪大社から御分霊を勧請し、戦いの神として崇敬されるようになりました。江戸時代には武家の守護神として伊達家の庇護を受け、現在まで戦の神から勝負の神として多くの人々に崇敬されています。ゆっくり散策して運気アップしてみてはいかがでしょうか。宮城県仙台市太白区にある坪沼八幡神社。約1000年の歴史を持ち、仙台の八幡神社の中でも最も古いです。駐車場の入り口はちょっと狭めなので、しっかり減速して入りましょう。表参道側には広めの駐車場があります。裏参道へのルートもあるみたいですけど、知ってる方がいましたら、コメントで補足お願いします。仙台市の西南端に位置する坪沼は自然に富み、星が美しく輝く里であり、6月から7月にかけてはホタルが飛び交います。6月最終土曜日にはイベントが行われまして、ホタルが飛び交う自然の光のページェントの中、平家琵琶の演奏会が開かれ、神社境内は出店なども多数出て、たくさんの人で賑わいます。こちらの石段は表坂と呼ばれておりまして、神社正面の急な石段で100段近くありますが、不思議なことに人によりその段数が違ってくるとか、この石段を登ると何らかの御利益があるみたいです。距離的に短いと思いますが、なかなか疲れる石段でしたね。お手洗いは社務所側にあるみたいです。駐車場側は道路が近いだけあって、車の走行音がありましたが、ここまで来ると静寂な空間と清々しい空気が漂っていますね。お守りなどの授与所は9時から16時30分で開いており、水曜日が定休日になります。授与所の営業時間外では、拝殿の横にもお守りが置かれてますね。近くには秋保温泉もありますので、温泉巡りと一緒に訪れてみてください。宮城県仙台市太白区秋保町にある秋保里センター。秋保里センターは秋保温泉を訪れる皆さんに観光の拠点としてご利用いただけます。アクセスは仙台駅からバスで約50分ほど、秋保里センター前バス停を下車してすぐです。車では東北自動車道の仙台南インターチェンジから車で約20分ほどです。駐車場は普通自動車25台、大型バス2台あります。営業時間は9時から18時年中無休で営業してますが、ただし保守点検日などの臨時休業はあるかもしれません。秋保里センターは秋保温泉を訪れる観光客のための情報拠点施設です。入館無料で観光案内所や休憩スペースがあり、秋保の観光情報やイベント情報を提供しています。併設する飲食店レストラン8秋保店はハンバーグレストラン8の姉妹店です。
営業時間は10時から17時、ラストオーダー16時30分。全国規模のイベントで最高得票を獲得した日本一のナポリタンやハンバーグメニューなどのほか、ドリンクメニューも充実しています。またセンターの裏手には来来峡の遊歩道があり、自然の美しい景観を楽しむことができます。季節ごとに様々なイベントが開催されており、特に秋の紅葉ライトアップは見逃せません。宮城県仙台市太白区秋保町にある来来峡、織りなす石畳と清流の渓谷美が見応えあります。駐車場は来来峡出入口のぞき橋近くに大きな無料駐車場があり、仙台市中心部から車で約30分ほどで来れます。また250メートルほど離れたところにある秋保里センターの駐車場も利用可能となっています。こちらにも来来峡遊歩道への出入り口がありますね。来来峡の最初の見どころは秋保温泉街の入り口にあるのぞき橋です。来来峡のほぼ真ん中に位置し、この橋を挟んで上下約 1km の長さにわたり、深さが 20m にも達する渓谷美が続いています。こののぞき橋の眼下には見事にハートの形をしたくぼみがあり、恋人の聖地に認定されました。遊歩道は鬼面岩や八軒岩といった造形美を眺めながら散策が楽しめ、10月下旬から11月上旬には紅葉のライトアップもされます。遊歩道自体はきちんと整備され、歩行者に配慮した作りとなっていますが、来来峡自体が高低差のある切り立った断崖となっていますので、自然と階段や坂道も多く、地面が濡れている時などは滑りやすくなるので、足元はしっかりとしたものを履くことをお勧めします。来来峡の遊歩道を往復する所要時間ですが、こちらは個人差があるとは思いますが、1時間ほどだと思います。急な坂道や階段も多いので、散策には十分注意してください。ぜひ訪れて自然の造形美を楽しんでください。宮城県仙台市太白区秋保町にある秋保温泉共同浴場、地元の人のための共同浴場ですが、旅行客でも利用できます。入浴者向けの無料駐車場がありまして、共同浴場の隣に4台分ほどあり、こちらはお寺の敷地へは侵入禁止です。少し離れたところにもありますので、こちらもご利用ください。営業時間は7時30分から21時で、入浴料金は大人300円、少人200円。定休日は毎月第4水曜日です。石鹸やタオルは持参できます。こじんまりした湯船が一つあるだけの小さな浴場で、熱いお湯なので長時間の入浴は気をつけてください。宮城県仙台市太白区にある秋保ビレッジ、秋保温泉に来たらここでいろんなお土産が買えますね。駐車場はかなり広く、休日でも余裕で駐車できそうですね。朝9時からは採れたての新鮮野菜や加工品などが購入できまして、お土産の種類も充実してますね。
こちらのピクニックカフェは9時30分から営業しており、仙台名物のずんだシェイクなど豊富な種類のスイーツがあります。特に季節限定のスイーツはおすすめですね。こちらのフードコートは10時30分から営業しておりまして、牛タン定食や町中華などあり、ホットスナックも販売されてます。お弁当も販売されてますので、テイクアウトもできます。焼き鳥弁当や牛タン弁当も美味しそうで買いたくなっちゃいますが、こちらの特から弁当はすごかったですね。何がすごいのかご想像にお任せします。施設の外には子供が楽しめるアグリエワンパークや散策が楽しめる秋ビレッジガーデンがあり、大人から子供まで楽しめるスポットでありますね。